はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵にフクレン、飲む豆乳、ヨーグルト、プレーン、このジュースをですね混ぜて飲んでみました。豆乳って書いてありますが、まあ、豆乳感はあまりなくて、まあ、正直飲むヨーグルトだと考えていただければ差し支えないかなと思います。プレーン味の飲むヨーグルトでございました。香りはですねよくわかりませんが、まあ甘い香りがいたします。生卵10個との相性はグーでございまして、非常に飲みやすくなっておりますけれども、良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。飲むヨーグルトなのにものすごい甘く感じるのは、さっき家系ラーメンを食べたからでしょうか。そういえばですね、まあ、杉田屋っていう家系ラーメン屋さんで朝食で麺なし家系ラーメンを出してるみたいですね。だからスープのみとご飯と、まあ、海苔とほうれん草と、まあ、卵でしたかね、750円で朝食で出されてるみたいです。絶対これ需要あるよなと思うんですよ。まあ、750円っていうのはちょっと私的には若干高いんですが、まあ、20歳ぐらいのね、若い子だったら、家系ラーメンと白いご飯がっつり食べれると思うんですけれども、私ぐらいの歳になってくるとですね、ラーメンと白いご飯がっつり食べるのが結構しんどいんですよね。で、家系ラーメンっていうのは、ラーメンがおかずであって、ご飯が主食なわけですよ。具体的に言うと、まあ、海苔をスープに浸して、で、それでご飯をくるんで食べると。これが一番美味しいわけですね。これが最高なわけですよ。食べた瞬間、脳内物質が結構出てるような気がします。まあ、中毒性があると思うんですが。なので、正直ですね、ラーメンの麺は、私ぐらいのおっさんになってくると、ちょっときついんですよ。だから、家系のスープと、海苔と白いご飯だけで、500円ぐらいで出してくれないかなと思っていて、まあ、以前にも確かなんか言ったような気がするんですが、ああついにこういうお店が出てきたかという感じでございます。インターネットとかで家系ラーメンのスープだけって売られてるんですよね、調べてみると。なので、まあ、自宅でねスープだけと海苔だけと白いご飯で食べれると思いますから、まあ、それもありなんだと思いますけれども、二郎系のラーメン食べたことないんですよね。家系は好きなんですが二郎系食べたことなくて、まあ、注文の仕方がわからないっていうだけの話なんですよね。注文の仕方友達いないので、まあ、連れてってくれる友達もいないですから、なかなか一人で最初入っていくのってちょっと怖いですよね。セブンイレブンの豚ラーメンってありますよね、お惣菜的なやつの、まあ、チルド商品っていうんですかね。あの豚ラーメンは二郎系の一種なんだろうと思いますが、まあ、結構美味しかったので、ちゃんとしたお店で二郎も食べてみたいんですよ。さっきは袋麺の家系ラーメンを食べたんですが、まあ、美味しかったですけれども、まあ、それでもですねやっぱりお店で食べた方が美味しいので、まあ、油の量とかがちょっと足りないのかな。はい、ということで現場から以上です。